はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットを始めていきましょう。筑波田がまあ2位と当たりますね。2位か。いや、これはきつい。ちょっとこれはさせます。さあ、リオを前回獲得したので、リオを試合に出して、使います。疲労感に変えましょう。さあ、これである、程度前線できればいいんですけどね。まあ、そらそうでしょうね。さすがに相手のホームかつ2位ですからね。ここまでいいのか。こら、エリカって。支持率は 100% なんですけどね、ちょっと、なんか、いや、なんか、伊勢崎早いな。早くも先生許しました。コラッソか。コラーっておかしいですよね。早いよな、テンポ。そう、前回、高知四万十す。試合終了直前に、同点に追いつかれたと思ったら勝ち越しを決めて、勝利して勝ち点3をゲットできました。これで結構、楽になると思うんですね。9位に上がりましたね。しかも、強いな。もう、まだ11分やのに。さすが上位。うまいことやれます。まあ、前回、下位チームから取るしかないのは分かってるんで、高知四万十勝ったのは本当に大きいですね。あとはもう、この加入したリオ、こちらをですね、試合出して経験を得る。これのみですね。この試合の目的は。さあ、また、おっと、21分で3点取られるか。座禅でも食わせるかということですね。おっと、前面に出た。窓か !1 点返しました。おっと、ここは、これはさすがに、こちら側のスタンド、歓喜です。窓か。ぶち込んでいきましたね。センタリング、さつきのセンタリングも良かった。しかし、早い手は早いですね。パス回しもすごくキレがあるし。
あ、完全に裏隠れますからね。これは通らなかったですね。さあ、弥生。おーっと、ヒロタに渡ってしまった。しかしこれはパンチングで防いだ。ファールです。あ、それはちょっと無理があるだろう。マゼラ。さあ、おっと。カシはすごい早い。あれから21分なんですが、それから点は取られてないですね。と思ったら、あ、これは流れた。選手交代をそろそろした方がいいか。7個と変えていきましょう。さあ、ロスタイムに、アディショナルタイムに入りました。さあ、後半です。さあ、2点ビハインドから。1点ビハインドならね。おっと。さあ、ここはバックした。君ならできるさよ。これで相手にボールを渡してしまいました。なるべくボールを渡さないのがベストなんですけどね。キープが大事か。おっと、パスした。これはインターセプトに当然合いますよね。ファールだ。そうそう、こちらもチェンジしないといけない。モエとミホで、ミホを変えていきましょう。おっと、おっと、突っ込まれた。ファール、あと、オフサイドか。突っ込んで、ちょっと突っ込みが早すぎるっていう感じですかね。さあ、さつきがフリーです。おっと、ユーナ、2点目入った。つくづくさっきの、が惜しいですよね。さつきがフリーになって、そこをユーナが。1インターセプトか。おっと、渡ってしまった。1位2と、これは無理があったか。おっと、簡単にボールを渡してしまいますよね。あーと、これは、おっと、キーパーが防いだが、あー、5点目。必死に返していくんですが、及ばなかった。さあ、と、これは相手ボールになります。おっと、伊勢崎。これはパンチングで返す。ファールだ。おっと、
イエローカード、ミオが取ってしまいました。1位、直接シュート。さあ、もうほとんど時間がない。ここも、ナイスサーブ、キープ。ここで試合終了。相手の壁の高さを思い知りました。いきなり前半4分。中野がしっかり決めましたね。須崎がフリーになってました。すぐさま。川島が上げて、それをラメルがヘッドで。そう、ラメルに川島が当たって、また戻して、ヘディングなんですよね。そして立て続けですよね、これは。浜見よ。のシュートはかわしたんですが、キーパーが弾いたところ、伊勢崎が待っていた。と思った、逆襲も、じゃあ、さつき、窓かに渡って、これをしっかりと決めていきます。さつきが、鋭いパスを出して、窓か。さあ、後半。3対1。これは危なかった。その直後、後半7分、中野がフリーになったところをヘッドで、門中から街道、中野、守備陣の戻りは追いつきません。その直後、後半17分、美岡、さつき渡して、さつきがロング、そしてこれを優奈が決めていきます。ここで取られて、伊勢崎があって、広田がボレーシュート。見事すぎますね。きっちり、技で決めてきました。チーノロングシュート。はい。で、試合終了ですね。ボールも取られまくってますよね。終始相手のペースで進んだというか、と思ったほどカード取れなかったんだ。ああ。はい、課題を3つ追加で、いただきました。これ特訓がまたはかどるですね。9位対、函館ペンタゴンが勝ったようですね。また3点差となりました。きっちり取っていきたいところ。まだ 100% をキープしてくれます。オファーを見ていきましょう。いないですね。さあ、次は7位の、浅草サンダーボルトです。先ほど見た通り、高知四万十すと、の試合がドローンで終わっております。その浅草サンダーボルトです。それはもう後半戦なんですよね。ああ、でも、下位に低迷していたけど、だんだん順位が上がってんだ。選手見てても、うん、やっぱり、D も一部ありますけど、S が結構ありますよね。
相手の方が自力は上ってことかもしれませんが、なんとかして勝ちたいですよね。それが終わるとメンソーレ那覇戦、3位、キャピタル東京リマッセ大阪と強豪が続きます。なお前回の浅草サンダーボルト戦は2対2の引き分けでした。今回はなんとか勝ちたいと思います。ベストメンバーへ挑みたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、また見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。